西村幸男、西村幸男、西村幸男、1九1 0年十一月十日から九百四十五年四月三日は、九百三十年代の日本を代表する、職業野球選手、投手。三重県宇治山田市よ古町、現伊勢市大横町出身。主戦投手として、大学野球の関西大学、職業野球の大阪タイガースといった名門チームの、 黄金時代を築いた。現在では主戦闘士と呼ばれることも多い。老いの西村隆明は伊勢市内でうなぎ料理店を営んでいる。1917年に入学した宇治山田市立厚生小学校で野球を始め、1923年に三重県立宇治さん、田中学校に進学して野球部に入部すると、たちまちエースになり、その後首相を任された。 当時の中学校は5年生だったが、1年留年したため、6年目のにも夏の三重県大会に出場することになった。同大会では2回戦でノーヒットノーランを達成するなどして優勝に貢献した。全国中等学校優勝野球大会、甲子園への出場が期待されたが、各県大会を勝ち上がったチームが争う、東海大会で敗れ、本大会への出場はならなかった。 宇治さん、田中学校に卒業した後、名古屋の実業団だった愛知電気鉄道なるみクラブを経てに、関西大学予科に入学し、その後同大法学部へ進学した。西村の入部によって、関西大学野球部は黄金時代を迎え、春から秋にかけて、関西六大学野球リーグを一時的に、脱退していたを挟んで、八連覇を達成した。 特に1932年には東京六大学野球リーグの内東京大学を除く5大学と対戦し全大学に勝利した。西村は大学野球界屈指の強豪となった関西大学の首相兼エースとして名声を博した。また、と1936年にはハワイに遠征し、ここでも好成績を収めた。2、関西大学を卒業すると、 前年に設立されたばかりの職業野球とアマチュア球界の双方で争奪戦が起こった。西村は同じ宇治山田市出身で職業野球東京巨人軍のエースだった沢村英二の対戦を望んで職業野球の大阪タイガースに入団した。1937年春のタイイーグルス2回戦で初登板し球対2の初勝利を収めると 次の対東京をセネタース戦では早くも初完封を飾った。大学時代と比べて球速は落ちていたが、制球力で打者を手玉に取り、このシーズン9勝を挙げた。しかし、春のシーズンでは、タイガースの当時のライバルチームであった巨人と、半球軍2チームからは1勝もできなかった。1937年秋、巨人との開幕戦でリリーフして、勝利投手となると、 9月8日から10月4日までのタイガース14連勝の間には5勝を挙げるなどしてチーム独走の象徴的存在となりエースピッチャーの座を掴んだ11月14日本拠地甲子園球場での2位巨人との試合で5対3の関東勝利を挙げ優勝を決めたこのシーズン最高主君選手賞 MVP こそイーグルスの保守バッキー・ハリスに譲ったものの15勝3敗 防御率1.48で、最多勝利と最優秀防御率の2冠となり、特に巨人に対しては4勝無敗の成績を収めて、職業野球を代表する投手となった。1937年12月1日から12月7日に、かけて春優勝チームの巨人との間で行われた4勝選手の年度選手権決定試合は、当番した3試合すべてで、関東勝利し、 年度優勝の立役者となった。特に、第1戦と最終戦の第6戦では、巨人のエース沢村英二との投げ合いを制し、シーズン優勝に続いて、ここでも現在で言う胴上げ投手になった。春にもタイガースは独走で優勝し、前年秋からの連覇を果たした。西村は、このシーズンも、主戦投手として活躍し、 優勝が決まった7月13日のダブルヘッダーでは、1試合目の勝利投手となった。シーズンを通して安定した投球を続け、毎シーズンに続いて最優秀防御率のタイトルを獲得した。しかし、最高主君選手賞は、セネタースの狩田久則が獲得した。1938年秋は、優勝を巨人に譲ったため、同年11月26日から12月2日に、 再び巨人との間で、年度選手権決定試合を行った。第一戦では、先発して、延長10回表までを2失点に抑える高頭を、見せ、その裏に代打を出されたが、西万塁から藤井勇がサヨナラ支給を選んだため、勝利投手となった。初戦の投手戦をサヨナラ勝ちで制したタイガースは、4連勝で2年連続の年度優勝を決めた。になると、 肩の故障のためにたびたび打ち込まれるようになり、最後の公式戦登番となった11月12日の大巨人戦では、6失点で降板した。同年末、3年連続となる東西、対抗試合出場を終えると契約切れで対談した。2は、満州新京の実業団であった、新京伝電でプレーしたが、同年限りで引退した。1944年3月に王将し、 翌1945年4月3日にフィリピンのバタンガスで戦死したルソン島の戦い南部の戦闘、野球界に対する貢献が認められ、特別表彰での野球伝道入りが決まった。あっとたびたびと組合の喧嘩をするなど仲の悪かった石本周一、在籍当時のタイガース監督は数えきれない大投手を見てきたが、コントロールは 稲尾和久と西村が双壁だったと述べいる。また、試合に勝利して得た賞金で酒を飲むことを好んだことから、野球評論家の山和久氏は、主戦投手をもじって、主戦投手と名付けた。そのため、酒好きという印象が実際よりも強く、練習も人前では、あまりしなかったために、不真面目な選手と思われていた時期もあった。しかし、タイガースの同僚であった。 若林忠や松木金次郎らは、酒好きといっても、主語というほどではないということや、一人で人一倍走り込みなどをしていたということを証言した。松木は、西村が、宿舎の旅館では禁酒の規則を守っていたと記している。鈴木隆二は解雇録で以下のような話を、紹介している。 甲子園駅近くのガード下の酒場で飲んでいると、西村が影浦進むやライオン軍の水谷のりかずと連れ立って、かなり酔った姿で現れ、僕も飲んでますが、ご心配いりません。大丈夫です。いくら酔っても、投げることはきちんと投げますからと口にした。鈴木が先に宿に戻ってから、警察から3人が暴れているという電話があり、鈴木は警官に謝って連れ帰った。 翌日の試合に先発した西村は素晴らしいピッチングで勝ちを収めたという。鈴木は西村のことを決して憎めない怪談時であったと記している。合法に見えたが英会話が得意で妻、日系2世は関西大学のハワイ遠征の際に知り合った。妻の話だと家では子煩の四女がいたな父親だったという。戦後はハワイに帰国した。 巨人の沢村英二と同郷であったことから、伊勢思想、田山公園野球場には、両者の共像が向かい合わせに建てられている。また、東京ドーム敷地内にある鎮魂の石踏みには、その名前が刻まれていい。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。